津軽、太宰治む。津軽の雪。粉雪、粒雪、綿雪、水雪、片雪、ざらめ雪、氷雪。東欧年間より。 編ある年の春私は生まれて初めて本州北端津軽半島をおよそ3週間ほどかかって一周したのであるがそれは私の31年の生涯においてかなり重要な事件の一つであった私は津軽に生まれそうして20年間津軽において育ちながら 金木、御所川原、青森、弘前、浅虫、大和に、それだけの町を見ただけで、その他の町村については少しも知るところがなかったのである。金木は私の生まれた町である。津軽平野のほぼ中央に位置し、人口五六千のこれという特徴もないが、 どこやら都会風にちょっと気取った町である。よく言えば水のように淡白であり、悪く言えば底の浅い三重坊の町ということになっているようである。それから三里ほど南下し、岩木川に沿って五所川原という町がある。この地方の産物の集産地で人口も一万以上あるようだ。 青森弘前の漁師を除いて人口一万以上の町はこの辺には他にない。よく言えば活気のある町であり悪く言えば騒がしい町である。農村の匂いはなく都会特有のあの孤独の旋律がこれくらいの小さい町にもすでにかすかに忍び入っている模様である。 大げさな比喩で我ながら並行して申し上げるのであるが仮に東京に礼を取るならば金木は小石川であり五所瓦は浅草といったようなところでもあろうかここには私の叔母がいる幼少の頃私は生みの母よりもこの叔母を慕っていたので実にしばしばこの五所瓦の叔母の家へ遊びに来た 私は中学校に入るまではこの御所川原と金木と2つの町のほかは津軽の町についてほとんど何も知らなかったと言ってよいやがて青森の中学校に入学試験を受けに行く時それはわずか34時間の旅であったはずなのに私にとっては非常な大旅行の感じで。 その時の興奮を私は少し脚色して小説にも書いたことがあってその描写は必ずしも事実そのままではなく悲しいお道家の虚構に見してはいるがけれども漢字は大体あんなものだったと思っているすなわち誰にも知られぬこのようなわびしいおしゃれは年一年と工夫に富み村の小学校を卒業して 馬車に揺られ汽車に乗り十里離れた県庁所在地の小都会へ中学校の入学試験を受けるために出かけた時のその時の少年の服装は哀れに珍妙なものでありました白いフランネルのシャツはよっぽど気に入っていたものと見えてやはりその時も着ていましたしかも今度のシャツには蝶々の羽のような大きい襟がついていてその襟を 夏の解禁シャツの襟を背広の上着の襟の外側に出してかぶせているのとそっくり同じ様式で着物の襟の外側に引っ張り出し着物の襟に覆いかぶせているのですなんだかよだれかけのようにも見えますでも少年は悲しく緊張してその風俗がそっくり貴公子のように見えるだろうと思っていたのです,がすりに 白っぽい島の短い袴を履いてそれから長い靴下網上げのピカピカ光る黒い靴それからマント父はすでに没し母は病心ゆえ少年の身の回り一切は優しい兄嫁の心尽くしでした少年は兄嫁に霊儀に甘えて無理やりシャツの襟を大きくしてもらって兄嫁が笑うと本気に怒り 少年の美学が誰にも返せられぬことを涙が出るほど悔しく思うのでした。勝者、天下少年の美学の一切はそれに尽きていました。いやいや、生きることのすべて、人生の目的全部がそれに尽きていました。マントはわざとボタンをかけず、小さい肩から今にも滑り落ちるように危うく羽織って、 そうしてそれを小粋な技だと信じていましたどこからそんなことを覚えたのでしょうおしゃれの本能というものは手本がなくてもおのずから発明するものかもしれませんほとんど生まれて初めて都会らしい都会に足を踏み込むのでしたから少年にとっては一世一代の凝った身なりであったわけです興奮のあまり その本州北端の一小都会に着いた途端に少年の言葉付きまで一変してしまっていたほどでしたかねて少年雑誌で習い覚えてあった「東京弁」を使いましたけれども宿に落ち着きその宿の女中たちの言葉を聞くとここもやっぱり少年の生まれ故郷と全く同じ津軽弁でありましたので少年は少し拍子抜けがしました 生まれ故郷とその小都会とは十里も離れていないのでしたこの海岸の小都会は青森市である津軽第一の開港にしようとして外ヶ浜奉行がその経営に着手したのは寛永元年であるざっと320年ほど前である当時すでに人家が千軒くらいあったという それから、近江越前越後加賀能登若狭などと盛んに船で交通を始めて次第に栄え外ヶ浜において最も陰心の要衝となり明治4年の廃藩地県によって青森県の誕生するとともに県庁所在地となって今は本州の北門を守り北海道函館との間の鉄道連絡線などのことに至っては知らぬ人もあるまい。 現在個数は2万以上人口10万を超えている様子であるが旅人にとってはあまり感じのいい街ではないようであるたびたびの大火のために家屋が貧弱になってしまったのは致し方がないとしても旅人にとって市の中心部はどこかさっぱり見当がつかない様子である奇妙にすすけた無表情の家々が立ち並び 何事も旅人に呼びかけようとはしないようである旅人は落ち着かぬ気持ちでそそくさとこの町を通り抜けるけれども私はこの青森市に4年いたそうしてその4か年は私の生涯において大変重大な時期でもあったようであるその頃の私の生活については「思い出」という私の初期の小説に「 かなり克明に書かれてあるいい成績ではなかったが私はその春中学校へ受験して合格した私は新しい袴と黒い靴下と網上げの靴を履き今までの毛布をよしてしゃのマントを洒落者らしくボタンをかけずに前を開けたまま羽織ってその海のあるショート界へ出たそして 私のうちと遠い親戚にあたるその町の呉服店で旅装を説いた。入り口にちぎれた古いのれんの下げてあるその家へ私はずっと世話になることになっていたのである。私は何事にも有頂天になりやすい性質を持っているが入学当時は銭湯へ行くのにも学校の制帽をかぶり袴をつけた。 そんな私の姿が往来の窓ガラスにでも映ると私は笑いながらそれへ軽く会釈をしたものであるそれなのに学校はちっとも面白くなかった校舎は町の外れにあって白いペンキで塗られすぐ裏は海峡に面した平たい公園で波の音や松のざわめきが授業中でも聞こえてきて廊下も広く 教室の天井も高くて私は全てにいい感じを受けたのだがそこにいる教師たちは私をひどく迫害したのである私は入学式の日からある体操の教師にぶたれた私が生意気だというのであったこの教師は入学試験の時私の高等試問の係であったがお父さんが亡くなってよく勉強もできなかったろう と私に情け深い言葉をかけてくれ私もうなだれて見せたその人であっただけに私の心は一層傷つけられたその後も私はいろんな教師にぶたれたニヤニヤしているとかあくびをしたとかさまざまな理由から罰せられた授業中の私のあくびは大きいので職員室で評判であるとも言われた 私はそんなバカげたことを話し合っている職員室をおかしく思った私と同じ町から来ている一人の生徒がある日私を校庭の砂山の陰に呼んで「君の態度は実際生意気そうに見えるあんなに殴られてばかりいると落第するに違いない」と忠告してくれた私は愕然とした その日の放課後私は海岸伝いに一人家路を急いだ靴底を波に舐められつつため息ついて歩いた洋服の袖で額の汗を拭いていたらネズミ色のびっくりするほど大きい穂がすぐ目の前をよろよろと通っていったこの中学校は今も昔と変わらず 青森市の東端にある平たい公園というのは合歩公園のことであるそうしてこの公園はほとんど中学校の裏庭といってもいいほど中学校と密着していた私は冬の吹雪の時以外は学校の行き帰りこの公園を通り抜け海岸伝いに歩いたいわば裏道であるあまり生徒が歩いていない 私にはこの裏道がすがすがしく思われた。初夏の朝はことによかった。なおまた、私の世話になった呉服店というのは寺町の豊田家である。二十代近く続いた青森市屈指の老舗である。ここのお父さんは千年亡くなられたが、私はこのお父さんに実の子以上に大事にされた。忘れることができない。 この23年来私は青森市へ23度行ったがその旅ごとにこのお父さんのお墓へお参りしてそうして必ず豊田家に宿泊させてもらう習わしである私が3年生になって春のある朝登校の道すがらに朱で染めた橋の丸い欄干へもたれかかって私はしばらくぼんやりしていた。 橋の下には隅田川に似た広い川がゆるゆると流れていた。全くぼんやりしている経験など、それまでの私にはなかったのである。後ろで誰か見ているような気がして、私はいつでも何かの態度を作っていたのである。私のいちいちの細かい仕草にも、彼は遠惑して手を眺めた。 彼は耳の裏をかきながらつぶやいた。などと、そばからそばから説明句をつけていたのであるから、私にとって、ふと、とか、我知らず、とかいう動作はありえなかったのである。橋の上での方針から覚めたのち、私は寂しさにワクワクした。そんな気持ちの時には、私もまた、自分の腰方行く末を考えた。 橋をカタカタ渡りながらいろんなことを思い出し、また無双した。そしておしまいにため息ついてこう考えた。偉くなれるかしら。中略。何はさて、お前は衆に優れていなければいけないのだ。という脅迫めいた考えからであったが、事実私は勉強していたのである。 3年生になってからはいつもクラスの首席であった「天取り虫」と言われずに首席となることは困難であったが私はそのようなあざけりを受けなかったばかりか給油を手ならすすべまで心得ていた「タコ」というあだ名の柔道の首相さえ私には従順であった教室の隅に紙くず入れの大きな壺があって私は時たまそれを指さして タコ、壺へ入らないかといえばタコはその壺へ頭を入れて笑うのだ笑い声が壺に響いて異様な音を立てたクラスの美少年たちも大抵私に懐いていた私が顔の吹き出物へ三角形や六角形や鼻の形に切った絆創膏を点々と張り散らしても誰もおかしがらなかったほどなのである 私はこの吹き出物には心を悩まされたその自分にはいよいよ数も増えて毎朝目を覚ますたびに手で顔をなで回してそのありさまを調べたいろいろな薬を買ってつけたが効き目がないのである私はそれを薬屋へ買いに行く時には紙切れその薬の名を書いて「こんな薬がありますか」って と他人かから頼まれれたたにして言わななけけばいけなかったのである私はその吹き出物を欲情の象徴と考えて目の先が暗くなるほど恥ずかしかったいっそ死んでやったらと思うことさえあった私の顔についてのうちの人たちの不評判も絶頂に達していた竹へ嫁いでいた私の一番上の姉は のところへは嫁に来る人があるまいとまで言っていたそうである私はせっせと薬をつけた弟も私のおふき出物を心配して何べんとなく私の代わりに薬を買いに行ってくれた私と弟とは子どもの時から仲が悪くて弟が中学へ受験する折にも私は彼の失敗を願ったほどであったけれど こうしてて人で故郷から離れてみると、私にも弟の良い気質がだんだん分かってきたのである弟は大きくなるにつれて無口で打ち気になっていた私たちの同人雑誌にも時々商品文を出していたがみんな気の弱々した文章であった私に比べて学校の成績が良くないのを絶えず苦にしていて私が慰めでもすると かえっって不機嫌になったまた自分の額の生え際が富士の形になって女みたいなのをいまいましがっていた額が狭いから頭がこんなに悪いのだと固く信じていたのである私はこの弟にだけは何もかも許した私はその頃人と対する時にはみんな押し隠してしまうか みんなさらけ出してしまうかどちらかであったのである私たちは何でも打ち明けて話した秋の初めのある月のない夜に私たちは港の桟橋へ出て海峡を渡ってくるいい風にはたはたと吹かれながら赤い糸について話し合った。 それはいつか学校の国語の教師が授業中に生徒へ語って聞かせたことであって私たちの右足の小指に目に見えぬ赤い糸が結ばれていてそれがスルスルと長く伸びて一方の端がきっとある女の子の同じ足指に結びつけられているのである二人がどんなに離れていてもその糸は切れないどんなに近づいてもたとえ往来であっても その意図はここんぐらかることがないそうして私たちはその女の子を嫁にもらうことに決まっているのである私はこの話を初めて聞いた時にはかなり興奮して家へ帰ってからもすぐ弟に物語ってやったほどであった私たちはその夜も波の音やカモメの声に耳傾けつつその話をした お前のワイフは今ごろどうしてるべなあと弟に聞いたら弟は桟橋の欄干を二、三度両手で揺り動かしてから「庭歩いてる」と決まり悪げに言った大きい庭下駄を履いてうちわを持って月見草を眺めている少女はいかにも弟とにつかわしく思われた私の語る番であったが 私は真っっ暗い海に目をやったまま、赤い帯締めてのうとだけ言って口をつぐんだ海峡を渡ってくる連絡船が大きい宿屋みたいにたくさんの部屋部屋へ黄色い明かりをともしてゆらゆらと水平線から浮かんで出たこの弟はそれから23年後に死んだが当時私たちはこの桟橋に行くことを好んだ 冬雪の降る夜も傘をさして弟と2人でこの桟橋に行った深い港の海に雪がひそひそ降っているのはいいものだ最近は青森港も船舶服,服装してこの桟橋も船で埋まって景色どころではないそれから隅田川に似た広い川というのは青森市の東部を流れる堤川のことである。 すぐぐにに青森湾に注ぐ川というものは海に流れ込む直前の一か所で奇妙に躊躇して逆流するかのように流れが鈍くなるものである私はその鈍い流れを眺めて放心したキザな例え方をすれば私の青春も川から海へ流れ込む直前であったのであろう 青森における4年間はそのゆえに私にとって忘れがたい時期であったとも言えるであろう青森についての思い出は大体そんなものだがこの青森市から三里ほど東の浅虫という海岸の温泉も私には忘れられない土地であるやはりその「思い出」という小説の中に次のような一節がある 秋になって私はその都会から汽車で30分くらいかかって行ける海岸の温泉地へ弟を連れて出かけたそこには私の母と病後の末の姉とが家を借りて当氏していたのだ私はずっとそこへ寝泊まりして受験勉強を続けた私は秀才という抜き差しならぬ名誉のために どうしてても中学学年かからら高等学校へ入っっせなななければならなかったのである。私の学校嫌いはその頃になって一層ひどかったのであるが何かに追われている私はそれでも一途に勉強していた私はそこから汽車で学校へ通った日曜ごとに友人たちが遊びに来るのだ私は友人たちと必ずピクニックに出かけた 海岸の平たい岩の上で肉鍋をこさえぶどう酒を飲んだ弟は声もよくて多くの新しい歌を知っていたから私たちはそれらを弟に教えてもらって声をそろえて歌った「遊び疲れてその岩の上で眠って目が覚めると潮が満ちて陸続きだったはずのその岩がいつか離れ島になっているので私たちは まだ夢から覚めないでいるような気がするのである「いよいよ青春が海に注ぎ込んだね」と冗談を言ってやりたいところでもあろうかこの浅虫の海は清列で悪くはないがしかし旅館は必ずしも良いとは言えない寒々した東北の漁村の趣はそれは当然のことで決してとがむべきではないが それでいて、井の中の河津が大会を知らないみたいな小さい妙な高慢を感じて並行したのは私だけであろうか。自分の故郷の温泉であるから思い切って悪口を言うのであるが、田舎のくせにどこか擦れているような妙な不安が感じられてならない。私は最近この温泉地に泊まったことはないけれども。 宿賃が『親』と思うほど高くなかったら幸いであるこれは明らかに私の言い過ぎで私は最近においてここに宿泊したことはなくただ記者の窓からこの温泉町の家々を眺めそうして貧しい芸術家の小さい勘で物を言っているだけで他には何の根拠もないのであるから私は自分のこの直角を読者に押し付けたくはないのである。 むしろ読者は私の直角などを信じない方がいいかもしれない。浅虫も今はつつましい保養の町として出発し直しているに違いないと思われる。ただ青森市の血気盛んな水客たちがある時期においてこの寒々した温泉地を機械に高ぶらせ宿のおかみをして熱海湯河原の宿もまたまさに核のごときかと某奥にいて 浅はかの幻影に酔わせたことがあるのではあるまいかという疑惑がちらと脳裏をかすめて旅のひねくれた貧乏分子は最近たびたびこの思い出の温泉地を汽車で通過しながらあえて下車しなかったというだけの話なのである津軽においては浅虫温泉は最も有名で次は大鰐温泉ということになるのかもしれない。 大鰐は津軽の南端に近く秋田との県境に近いところにあって温泉よりもスキー場のために日本中に知れ渡っているようである山麓の温泉であるここには津軽藩の歴史の匂いがかすかに残っていた私の肉親たちはこの温泉地へもしばしば当時に来たので私も少年の頃遊びに行ったが浅虫ほど鮮明な思い出は残っていない けれども浅虫の数々の思い出は鮮やかであると同時にその思い出のことごとくが必ずしも愉快とは言えないのに比べて大ワの思い出は霞んではいても懐かしい。海と山の際であろうか私はもう20年近くも大ワ温泉を見ないが今見るとやはり浅虫のように都会の惨敗霊舎に祝粋して荒れている感じがするであろうか。 私にははそれれめきれない「ここは麻虫に比べて東京方面との交通の便は甚だ悪いそこがまず私にとって頼みの綱である」「またこの温泉のすぐ近くに怒りが関というところがあってそこは旧藩時代の津軽秋田間の関所で従ってこの辺には史跡も多く」 昔の津軽人の生活が根強く残っているに相違ないのだからそんなにやすやすと都会の風にせっけんされようとは思われぬさらにまた最後の頼みの大綱はここから三里北方に弘前城が今もなお天守閣をそっくり残して年々再々、陽春には王家に包まれその健在を誇っていることであるこの弘前城が控えている限り 大和温泉は都会の残歴をすすり悪酔いするなどのことはあるまいと私は思い込んでいたいのである弘前城ここは津軽藩の歴史の中心である津軽藩僧大浦為信は関ヶ原の合戦において徳川方に加勢し慶長八年徳川家康将軍千家とともに 徳幕家の4万七千石の一紅白となり直ちに弘前高岡に白池の区画を始めて二代藩主津軽信平の時に至りようやく完成を見たのがこの弘前城であるというそれより代々の藩主この弘前城により四代信政の時一族の信房を黒石に分家させて弘前黒石の二藩に分かれて津軽を支配し 元禄七名君の中の巨白とまで歌われた信政の前政は大いに津軽の面目を新たにしたけれども七代信康の法暦並びに天明の大飢饉は津軽一円を凄惨な地獄と枷せしめ藩の財政もまた窮乏の極度に達し善と安潭たるうちにも八代信明九代安親は必死に反省の回復を図り 十一代行継の時代に至って辛くも危機を出し続いて十二代継明の時代にめでたく半籍を奉還しここに現在の青森県が誕生したという経緯は弘前城の歴史であるとともにまた津軽の歴史の大略でもある津軽の歴史についてはまた後のページにおいて詳述するつもりであるが今は 弘前についての私の昔の思い出を少し書いてこの津軽の助編を結ぶことにする私はこの弘前の城下に三年いたのである弘前高等学校の文化に三年いたのであるがその頃私は大いに義太夫に凝っていた甚だ異様なものであった学校からの帰りには 義太夫の女師匠の家へ立ち寄って最初は朝顔日記であったろうか何が何やら今はことごとく忘れてしまったけれども野崎村坪坂それから上地などを一通り当時は覚え込んでいたのであるどうしてそんな柄にもない奇怪なことを始めたのか私はその責任の全部をこの弘前市に負わせようとは思わないが しかしその責任の一般は弘前市に引き受けていただきたいと思っている義太夫が不思議に盛んな町なのである時々素人の義太夫発表会が町の劇場で開かれる私も一度聞きに行ったが町の旦那たちがちゃんと紙霜を着て真面目に義太夫をうなっているいずれもあまり上手ではなかったが 少しもキザなところがなくすこぶる良心的な語り方で大真面目にうなっている青森医師にも昔から水人が少なくなかったようであるが芸者たちから「兄さんうまいわね」と言われたいばかりの羽歌の稽古または自分の水人ぶりを制作やら小作やらの武器として用いている抜け目のない人さえあるらしく。 つまらない芸事に何ということもなくバカな大汗をかいて勉強いたしているこのような可憐な旦那は弘前市の方に多く見かけられるように思われるつまりこの弘前市にはいまだに本物のバカ者が残っているらしいのである「永景軍記」という古書にも「王羽領袖の人の心を愚にして」 いい強き者にも従うことを知らず「彼は先祖の敵なるぞこれは卑しき者なるぞただ時の部分強くして異性に誇ることにこそあれ」とて従わずという言葉が記されているそうだが弘前の人にはそのような本物の馬鹿意地があって負けても負けても強者にお辞儀をすることを知らず自供の孤高を固守して 世の物笑いいになるるとうう傾向があるようだ私もまたここに3年いたおかげでひどく解雇的になって義太夫に熱中してみたりまた次のようなローマン性を発揮するような男になった次の文章は私の昔の小説の一節であってやはりおどけた虚構には違いないのであるがしかしおよその雰囲気においてはまずこんなものであったと。 苦笑しながら白状せざるを得ないのである喫茶店で武道酒飲んでいるうちは良かったのですがそのうちに葛飽店へのこのこ入って行って芸者と一緒にご飯を食べることなどを覚えたのです少年はそれを別段悪いこととも思いませんでした粋なヤクザな振る舞いは常に最も好調な趣味であると信じていました 城下町の古い静かな割烹店へ二度三度ご飯を食べに行っているうちに少年のおしゃれの本能はまたもむっくり頭をもたげ今度はそれこそ大変なことになりました芝居で見た「恵みの喧嘩」のとびの者の,の服装をして割烹店の奥庭に面したお座敷で大あぐらかき「おお姉さん今日はめっぽうきれいじゃねえか」などと言ってみたく。 ワクワクしながら、その服装の準備に取り掛かりました。紺の腹掛け、あれはすぐ手に入りました。あの、腹掛けのどんぶりに古風な財布を入れてこう懐でして、歩くと一発のヤクザに見えます。角帯も買いました。締め上げるとキュッとなる博多の帯です。 登山のひとえを一枚、ご服屋さんに頼んでこしらえてもらいました。とびのものだか、爆ち打,打ちだか、おたなものだか、わけのわからぬ服装になってしまいました。統一がないのです。とにかく芝居に出てくる人物の印象を与えるような服装だったら、少年はそれで満足なのでした。初夏の頃で、少年はスワシに朝倉造りを履きました。 そこまではよかったのですがふと少年は妙なことを考えましたそれは「ももき」についてでありました「紺の木綿のぴっちりした長ももきを芝居のとびの者がはいているようですけれどあれを欲しいと思いましたひょっとくめ」と言ってパッと裾をさばいてくるりとケツをまくるあの時に紺のももきが目にしみるほど引き立ちます 猿股一つではいけません少年はその桃引きを買い求めようと城下町を端から端まで走り回りましたどこにもないのです「あのねほらあの左官屋さんなんか履いているじゃないかピチッとした紺の桃引きさあんなのないかしらね」と懸命に説明して呉服屋さん旅屋さんに聞いて歩いたのですが <laughs> さああれは今と店の人たち笑いながら首を振るのでしたもうだいぶ暑い頃で少年は汗だくで探し回りとうとうある店の主人から「それはうちにはございませぬが横丁曲がると消防の者専門の家がありますからそこへ行ってお聞きになるとひょっとしたらわかるかもしれません」といいことを教えられ。 なるほど、消防とは気がつかなかった。飛びのものといえば火消しのことで、今で言えば消防だ。なるほど、道理だ。と勢いづいて、その教えられた横丁の店に飛び込みました。店には大小の消火ポンプが並べられてありました。まといもあります。なんだか心細くなって、それでも勇気を鼓舞して、桃引きありますかと尋ねたら、 ありますと即座に答えて持ってきたものは紺の木綿のもも引きには違いないけれどももも引きの両外側に太く消防の印の赤線が縦にズンと引かれていましたさすがにそれを履いて歩く勇気もなく少年は寂しくもも引きを諦めるほかなかったのですさすがのバカの本場においても これれくらいいのバカは少ななかかったかもしれない書き写しながら作者自身少し憂鬱になったこの芸者たちと一緒にご飯を食べた割烹店のある花街を「えのき工事とは言わなかったかしら何しろ20年近く昔のことであるから記憶も薄くなってはっきりしないがお宮の坂の下の「えのき工事というところだったと覚えている。 また紺の桃引きを買いに汗だくで歩き回ったところは土手町という城下において最も繁華な商店街であるそれらに比べると青森の花町の名は浜町であるその名に個性がないように思われる弘前の土手町に相当する青森の商店街は大町と呼ばれているこれも同様のように思われるついでだから 弘前の町名と青森の町名とを次に列記してみようこの二つの小都会の性格の相違が案外はっきりしてくるかもしれない本町財布町土手町住吉町桶屋町道屋町茶畑町大官町茅町,茅町百石町,百町上鞘屋市町下鞘屋市町鉄砲町 若堂町、小人町、高城町、五十石町、今夜町。などというのが弘前市の町の名である。それに比べて青森市の町々の名は次のようなものである。浜町、新浜町、大町、米町、新町、柳町、寺町、寺町堤町。 塩町しじみがい町新しじみがい町浦町波打ち栄え町けれども私は弘前市を上等の町青森市を下等の町だと思っているのでは決してない高城町今屋町などの回顧的な名前は何も弘前市にだけ限った町名ではなく 日本全国の城下町に必ずそんな名前の町があるものだなるほど弘前市の岩木山は青森市の八甲田山よりも秀麗であるけれども津軽出身の小説の名手笠井善三氏は郷土の後輩にこう言って教えている「うぬぼれちゃいけないぜ岩木んが素晴らしく見えるのは岩木んの周囲に高い山がないからだ」 他の国に行ってみろあれくらいの山はざらにあら。周囲に高い山がないからあんなにありがたく見えるんだうぬぼれちゃいけないぜ歴史を有する城下町は日本全国に無数と言ってよいくらいにたくさんあるのにどうして弘前の城下町の人たちはあんなに意固じにその封建性を自慢みたいにしているのだろう 開き直って言うまでもないことだが九州西国大和などに比べるとこの津軽地方などはほとんど一様に深海地と言ってもいいくらいのものなのだ全国に誇りうるどのような歴史を有しているのか近くは明治御維新の時だってこの藩からどのような勤労家が出たか藩の態度はどうであったか露骨に言えば ただ他藩の機微に付して身体しただけのことではなかったかどこに一体誇るべき伝統があるのだけれども弘前人は頑固に何やら肩をそびやかしているそうしてどんなに勢い強き者に対しても彼は卑しき者なるぞただ時の運強くして威勢に誇ることにこそあれとて従わぬのである この地方出身の陸軍大将一戸兵衛閣下は帰郷の時には必ず和服にセルの袴であったという話を聞いている。小生の軍曹で帰郷するならば郷里の者たちはすぐさま目を向き肘を張り彼何ほどのものならんただ時の運強くしてなどというのが分かっていたから懸命に帰郷の時は和服にセルの袴と決めておられたというような話を聞いたが。 全部が事実でないとしてもこのような伝説が起こるのも無理がないと思われるほど弘前の城下の人たちには何が何やら分からぬ良良たる反骨があるようだ。何を隠そう実は私にもそんな始末の悪い骨が一本あってそのためばかりでもなかろうがまあおかげでいまだにその日暮らしの長屋住まいから浮かび上がることができずにいるのだ。 数年前私はある雑誌社から故郷に贈る言葉を求められてその返答に曰くをを愛し汝を憎むだいぶ弘前の悪口を言ったがこれは弘前に対する憎悪ではなく作者自身の反省である私は津軽の人である私の先祖は代々津軽藩の百姓であった いわば純血種の津軽人であるだから少しも遠慮なくこのように津軽の悪口を言うのである他国の人がもし私のこのような悪口を聞いてそうして安易に津軽を見くびったら私はやっぱり不愉快に思うだろう何と言っても私は津軽を愛しているのだから弘前市 現在の個数は一万、人口は五万余り。弘前城と最小院の五重の塔とは国宝に指定せられている。桜の頃の弘前公園は日本一と、田山片井が折り紙をつけてくれているそうだ。弘前師団の司令部がある。小山三景といって、毎年、陰暦七月二十八日より八月一日に至る三日間。 津軽の霊峰岩木山の山頂奥宮におけるお祭りに参詣する人数万参敬の行き帰り踊りながらこの町を通過し町は陰娠を極める旅行案内記にはまずざっとそのようなことが書かれてあるけれども私は弘前市を説明するにあたってそれだけではどうしても不服なのであるそれゆえ あれこれこと年少の頃の記憶をたどり何か一つ弘前の面目を薬除たらしむるものを描写したかったのであるがどれもこれもたわいない思い出ばかりでうまくゆかずとうとう自分にも思いがけなかったひどい悪口など出てきて作者自ら途方に暮れるばかりである私はこの旧津軽藩の城下町にこだわりすぎているのだ。 ここは私たち津軽人の究極の魂の拠り所でなければならぬはずなのに、どうも、それにしては私のこれまでの説明だけでは、この城下町の性格がまだまだ曖昧である。王家に包まれた天守閣は何も弘前城に限ったことではない。日本全国大抵のお城は王家に包まれているではないか。その王家に包まれた天守閣がそばに控えているからとて、 大和に温泉が津軽の匂いを保守できるとは決まっていないではないか。弘前城が控えている限り大鰐温泉は都会の残滅をすすり悪酔いするなどのことはあるまいとついさっきバカに調子づいて書いたはずだがいろいろ考えて考え詰めていくとそれもただ作者の微分調のだらしない干渉に過ぎないような気がしてきて何もかも頼りにならず。 心細くなるばかりである一体この城下町はだらしないのだ旧藩市の代々のお城がありながら県庁を他の信仰の町に奪われている日本全国大抵の県庁所在地は旧藩の城下町である青森県の県庁を弘前市でなく青森市に持っていかざるを得なかったところに青森県の不幸があったとさえ私は思っている 私は決して青森市を特に嫌っているわけではない信仰の町の繁栄を見るのもまた爽快である私はただこの弘前市の負けていながらのほほん顔でいるのが歯がゆいのである負けている者に加勢したいのは自然の人情である私は何とかして弘前市の肩を持ってやりたく全く下手な文章ながらあれこれと工夫して努めて書いてきたのであるが 弘前城の独特の強さを描写することはついにできなかった。重ねて言う「ここは津軽人の魂の拠り所である」「何かあるはずである」「日本全国どこを探しても見つからぬ得意の見事な伝統があるはずである」「私はそれを確かに予感しているのであるがそれが何であるか」 形に表してはっきりこれと読者に誇示できないのが悔しくてたまらないこのもどかしさあれは春の夕暮れだったと記憶しているが弘前高等学校の文化生だった私は一人で弘前城を訪れお城の広場の一宮に立って岩木山を眺望した時ふと却下に夢の街がひっそりと展開しているのに気がつき っととしたことがある私はそれまでこの弘前城を弘前の町の外れに孤立しているものだとばかり思っていたのだけれども見よお城のすぐ下に私の今まで見たこともない小鹿な町が何百年も昔のままの姿で小さい軒を並べ息を潜めてひっそりうずくまっていたのだああこんなところにも町があった。 年少の私は夢を見るような気持ちで思わず深いため息を漏らしたのである「万葉集」などによく出てくる「子守ぬというような感じである私はなぜだかその時弘前を津軽を理解したような気がしたこの町のある限り弘前は決して凡庸の町ではないと思ったとは言っても これもまた私のいい気な一人画展で読者には何のことやらお分かりにならぬかもしれないが弘前城はこの子守犬を持っているから期待の名城なのだと今になっては私も強引に押し切るよりほかはない子守犬のほとりにバンダの花が咲いてそうして白壁の天守閣が無言で立っているとしたらその城は必ず天下の名城に違いないそうして その名城のそばの温泉も永遠に純木の気風を失うことはないであろうと近頃の言葉で言えば希望的観測を試みて私はこの愛する広前城と決別することにしよう。思えば己の肉親を語ることが至難な技であると同様に故郷の核心を語ることも容易にできる技ではない。褒めていいのかけなしていいのかわからない。 私はこの津軽の助編において、金木、五所川原、青森、弘前、浅虫、大鰐について、私の年少の頃の思い出を展開しながら、また身の程知らぬ冒涜の批評の無事を連ねたが、果たして私はこの6つの町を的確に語り得たかどうか、それを考えると、おのずから憂鬱にならざるを得ない。 罪万死に当たるべき暴言を吐いているかもしれない。この6つの町は私の過去において最も私と親しく私の性格を創生し私の宿命を規定した町であるからかえって私はこれらの町について盲目なところがあるかもしれない。これらの町を語るにあたって私は決して適任者ではなかったということを今はっきり自覚した。 以下本編において私はこの6つの町について語ることは努めて避けたい気持ちである私は他の津軽の町を語ろうある年の春私は生まれて初めて本州北端津軽半島をおよそ3週間ほどかかって一周したのであるがという序編の冒頭の文章にいよいよこれから引き返していくわけであるが 私はこの旅行によって全く生まれて初めて他の津軽の町村を見たのである。それまでは私は本当にあの6つの町のほかは知らなかったのである。小学校の頃遠足に行ったり何かして金木の近くのいくつかの部落を見たことはあったがそれは現在の私に懐かしい思い出として色濃く残ってはいないのである。 中学時代の初中休暇には、金木の聖花に帰っても、二階の洋室の長椅子に寝転び、サイダーをガブガブラッパ飲みしながら、兄たちの蔵書を手当たり次第に読み散らして暮らし、どこへも旅行に出なかったし、高等学校時代には、休暇になると必ず東京のすぐ上の兄。この兄は彫刻を学んでいたが、27歳で死んだ。その兄の家へ遊びに行ったし、 高等学校を卒業と同時に東京の大学へ来て、それっきり10年も故郷へ帰らなかったのであるから、この度の津軽旅行は私にとってなかなか重大の事件であったと言わざるを得ない。私はこの度の旅行で見てきた町村の知性、地質、天文、財政、遠隔、教育、衛生などについて、専門家みたいな知ったかぶりの意見は避けたいと思う。 私がそれを言ったところで所詮は一夜勉強の恥ずかしい軽薄のメッキであるそれらについて詳しく知りたい人はその地方の専門の研究家に聞くがよい私にはまた別の専門科目があるのだ世人は仮にその科目を愛と呼んでいる人の心と人の心の触れ合いを研究する科目である 私はここののの旅行においてて主としし科目を追求したどの部門から追求しても結局は津軽の現在生きている姿をそのまま読者に伝えることができたならば昭和の津軽不時としてまずまあ旧大ではなかろうかと私は思っているのだがあ,あそれがうまくいくといいけれど。 本編1巡礼「ねえなぜ旅に出るの?」苦しいからさあなたの「苦しい」はお決まりでちっとも信用できません正岡式季36尾崎紅葉37斎藤緑三十八 国木田ドッポ38、長塚隆37、芥川龍之介36、神村磯田37。それは何のことなのあいつらの死んだ年さ、バタバタ死んでいる。俺もそろそろその年だ。作家にとってこれくらいの年齢の時が一番大事で、そうして苦しい時なの 何を言ってやがる。ふざけけちゃいけない。なお前にだって少しは分かっているはずだがねもうこれ以上は言わんユうとキザになる「おい俺は旅に出るよ」私もいい加減に年を取ったせいか自分の気持ちの説明などはキザなことのように思われてしかも それれは大抵ありふたた文学的な色ななののだから何も言いたくないくである津軽のことを書いてみないか』とある出版社の親しい編集者に前から言われていたし私も生きているうちに一度自分の生まれた地方の隅々まで見ておきたくてある年の春乞食のような姿で東京を出発した。 「古事記のような」という形容は多分に主観的の意味で使用したのであるがしかし客観的に言ったってあまり立派な姿ではなかった私には背広服が一着もない勤労奉仕の作業服があるだけであるそれも仕立て屋に特別に注文して作らせたものではなかった 張り合わせの木綿の布切れを家のものが紺色に染めてジャンパーみたいなものとズボンみたいなものにでっち上げたなんだか画点のゆかない見慣れぬ型の作業服なのである染めた直後は布地の色も確かに混んであったはずだが一二度着て外へ出たらたちまち変色して紫みたいな妙な色になった紫の様相は女でもよほどの美人でなければ似合わない 私はその紫の作業服に緑色のスフのゲートルをつけてゴム底の白いズックの靴を履いた帽子はスフのテニス帽あの洒落れ者がこんな姿で旅に出るのは生まれて初めてのことであったけれどもさすがに背中のリュックサックには母の形見を縫い直して仕立てた縫い物の一絵羽織と大島の合わせ それから仙台平の袴を忍ばせていた。いつどんなことがあるかもわからない。17時30分上の初の急行列車に乗ったのだが、夜の吹けるとともにひどく寒くなってきた。私はそのジャンパーみたいなものの下に薄いシャツを2枚着ているだけなのである。ズボンの下にはパンツだけだ。冬の街灯を着て、 膝掛けなどを用意してきている人さえ寒い今夜はまたどうしたのか変に寒いと騒いでいる私にもこの寒さは意外であった東京ではその頃すでにセルの人へを着て歩いているキバな人もあったのである私は東北の寒さを失念していた私は手足をできるだけ小さく縮めてそれこそ全く亀縮みの形で ここだ神道滅却の修行はここだ」と自分に言い聞かせてみたけれども暁に及んでいよいよ寒く神道滅却の修行も今は諦めて「ああ早く青森に着いてどこかの宿で炉端に大あグラをかき熱かのお酒を飲みたい」とすこぶる現実的なことを一心に念ずる下品なありさまとなった。 青森にには朝の八時に着いた T く君が駅に迎えに来ていた私が前もって手紙で知らせておいたのである和服でおいでになると思っていましたそんな時代じゃありません私は勤めて冗談めかしてそう言った T く君は女のお子さんを連れてきていたああ このお子さんにお土産を持ってくればよかったと、その時すぐに思った。とにかく私の家へちょっとお寄りになってお休みになったら。ありがとう。今日お昼頃までに蟹田の N 君のところへ行こうと思っているんだけど。存じております。N さんから聞きました。N さんもお待ちになっているようです。とにかく蟹田行きのバスが出るまで。 私の家で一休みしたらいかがです?」。「炉端に大あぐらをかき熱かのお酒を」という私のけしからぬ俗な念願は奇跡的に実現せられた。T 君の家ではいろりにカンカン炭火が起こってそうして鉄瓶には一本お調子が入れられていた。この度はご苦労様でした。と T 君は 改まって私にお辞儀をしてビールの方がいいんでしたかしら <coughs> いやお酒が私は低く咳払いした T 君は昔私の家にいたことがある主に鶏舎の世話をしていた私と同じ年だったので仲良く遊んだ 女中たちを怒鳴り散らすところがあれの悪いような良いようなところだ。とその頃、祖母が T 君を批評していったのを私は聞いて覚えている。後 T 君は青森に出てきて勉強してそれから青森市のある病院に勤めて患者からもまた病院の職員たちからもかなり信頼されていた様子である。千年出征して南方の孤島で戦い 病気になって昨年帰還し病気を治してまた以前の病院に勤めているのである戦地で一番嬉しかったことは何かねそれは T 君は原価に答えた戦地で配給のビールをコップに一杯飲んだ時です大事に大事に少しずつ吸い込んで途中でコップを唇から離して一息つこうと思ったのですが どうしてもコップが唇から離れないのですね。どうしても離れないのです。T 君もお酒の好きな人であった。けれども今は少しも飲まない。そうして時々軽く咳をしている。どうだね、体の方は。T 君はずっと以前に一度六膜を病んだことがあって。 今度それが戦地で再発したのである。今度は15の方向です。病院で病人の世話をするには自分でも病気で一度苦しんでみなければわからないところがあります。今度はいい体験を得ました。さすがに人間ができてきたようだね。実際胸の病気なんてものは、と私は少し酔ってきたので、 奥面もなく医者に医学を解き始めた。精神の病気なんだ。忘れちまえば治るもんだ。たまには大いに酒でも飲むさ。ええ、まあ、程よくやっています。<laughs> と言って笑った。私の乱暴な医学は本職にはあまり信用されないようであった。何か召し上がりませんか 青森にもこの頃は美味しいお魚が少なくなっていやありがとう私はそばのお膳をぼんやり眺めながら美味しそうなものばかりじゃないか手数をかけるねでも僕はそんなに食べたくないんだ今度津軽へ出かけるにあたって心に決めたことが一つあったそれは食い物に淡泊なれ とということであった「私は別に聖者でもなしこんなことを言うのは甚だ照れくさいのであるが東京の人はどうも食い物を欲しがりすぎる」「私は自身古臭い人間のせいか武士は桑根戸高用寺などというちょっとやけくそにも似たあのバカバカしい痩せ我慢の姿を滑稽に思いながらも愛しているのである」 何もことさらに用事まで使ってみせなくてもよさそうに思われるのだがそこが男の意地である男の意地というものはとかく滑稽な形で現れがちのものである東京の人の中には意地も張りもなく地方へ行って「自分たちは今ほとんど餓死線ばかりの状態なのです」とひどく大げさに球場を訴え そうして田舎の人の差し出す白米のご飯などを拝んで食べて、お追肖タラタラ。何かもっと食べるものはありませんかお芋ですかそいつはありがたい。いくつきぶりでこんなおいしいお芋を食べることでしょう。ついでに少し家へ持って帰りたいのですけれども、分けていただけませんでしょうかしらなどと満面に卑屈の笑いを浮かべて嘆願する人がたまにあるとかいう噂を聞いた。 東京の人皆が確実に同僚の食料の配給を受けているはずである。その人一人が特別に合死線ばかりの状態なのは機械である。あるいは威嚇長なのかもしれないが、とにかく食べ物の愛想嘆願はみっともない。お国のためなどと開き直ったことは言わずとも、いつの世だって人間としての誇りは持ちこたえていたいものだ。東京の少数の例外者が、 地方へ行ってひどくでたらめに程度の食糧不足を訴えるので、地方の人たちは東京から来た客人をすべて食べ物をあさりに来た者として軽蔑して取り扱うようになったという噂も聞いた。私は津軽へ食べ物をあさりに来たのではない。姿こそ紫色の小じにも似ているが、私は真理と愛情の小じだ。白米の小じではない。と、 東京の人全部の名誉のためにも演説区長でキザな大見えを切ってやりたいくらいの決意を秘めて津軽へ来たのだ。もし誰か私に向かって「さあさあこのご飯は白米です。お腹が破れるほど食べてください。東京はひどいって話じゃありませんか」と信からの好意を持って言ってくれても私は軽く一杯だけ食べてそうしてこう言おうと思っていた。 慣れたせいか東京のご飯の方がおいしい副植物だってちょうどなくなったと思った頃にちゃんと配給がありますいつの間にやら胃の腑が撤収して小さくなっているので少し食べると満腹しますよくしたもんですよけれども私のそんなひねくれた用心は全く無駄であった私は津軽のあちこちの知り合いの家を訪れたが 一人として私に「白いご飯ですよ腹の破れるほど食いためなさい」などと言ってくれた人はなかったことにも私のいかの88歳の祖母などに至っては「東京はおいしいものが何でもあるところだからお前に何かおいしいものを食べさせようと思っても困ってしまうなブリのかす漬けでも食べさせたいがどうしたわけだか」 このごろ酒かすもとんと泣いてば、と面目なさそうに言うので、私は実に幸福な気がした。いわば私は食べ物などのことにはあまり敏感でないおっとりした人たちとばかりあったのである。私は自分の幸運を神に感謝した。あれも持っていけ、これも持っていけと、私に食料品のお土産をしつこく押しつけた人もなかった。 おかげで私は軽いリュックサックを背負って気楽に旅を続けることができたのであるがけれども帰郷してみると私の家にはそれぞれの旅先の優しい人たちからの小包みが私よりも先にいっぱい届いていたので呆然としたそれは余談だがとにかく T 君もそれ以上私に食べ物を勧めはしなかったし東京の食べ物はどんな具合であるかなどということは。 っも話題にらなかった主な話題はやはり昔2人が金木の家で一緒に遊んだ頃の思い出であった「僕はしかし君を親友だと思っているんだぜ」実に乱暴な失敬な嫌みったらしく刻ったらしい芝生っ気たっぷりの思い上がった言葉である私は言ってしまって身もだえした。 他に言い方がないものかそれはかえって愉快じゃないんです T 君も敏感に察したようである私は金木のあなたの家に仕えたものですそしてあなたはご主人ですそう思っていただかないと私は嬉しくないんです変なものですねあれから20年もたっていますけれども 今でもしょっちゅう金木のあなたの家の夢を見るんです。戦地でも見ました。ニワトリに餌をやることを忘れた。しまったと思って、はっと夢から覚めることがあります。バスの時間が来た。私は T 君と一緒に外へ出た。もう寒くはない。お天気はいいし、それに厚缶のお酒も飲んだし、寒いどころか、 額にに汗がにじみ出てきガッポ公園の桜は今満開だという話であった青森市の街路は白っぽく乾いていや水岸に映ったでたらめな印象を述べることはつつしもう青森市は今造船で懸命なのだ途中中学時代に私がお世話になった豊田のお父さんのお墓にお参りして バスの発着所に急いだ「どうだね君も一緒にカニタへ行かないか」と昔の私ならば気軽に言えたのでもあろうが私もさすがに年を取って少しは遠慮ということを覚えてきたせいかそれともいや気持ちのややこしい説明はよそうつまりお互い大人になったのであろう。大人というものは しいものだ愛し合っていても用心して他人行儀を守らなければならぬなぜ用心深くしなければならぬのだろうその答えは何でもない見事に裏切られて赤恥を書いたことが多すぎたからである人は当てにならないという発見は青年の大人に移行する第一家である。 大人とは裏切られた青年の姿である。私は黙って歩いていた。突然 T 君の方から言い出した。私は明日カニタへ行きます。明日の朝一番のバスで行きます。N さんの家で会いましょう。病院の方は明日は日曜です。なんだ、そうか。早く言えばいいのに。 私たちにはまだたわいない少年の部分も残っていた。